はい、レディスエンチェントメントモードの席です。今回は、徳玉を、まあ、引いていこうと思います。まあなんかね、上にちょっとちらっと見えたんですけども、重心化後なんたらって書いてるんですけどもね、まあもう見ての通り、進化しないでもうそのまま重心化できるやつがもう来たんですよね、もうこの新イベが。はい、まあこれは多分違うと思うんですけども、まあこれは関係ないやつかということで、まあこの新イベでまあ欲しいのは、この水属性の揮発と、闇属性の、硬皮効果、うん、それが欲しいかな。まあ特玉だからあまりちょっと期待しないんですけども、まあやるだけ引いていこうと思います。ということでウェディゴール、はい、パチクリポロリ2回転、はい、しません。コウヒコ、お、マジマジマジ持ってるんだけどなびっくりしたということで、なんか徳玉で久しぶりにね星が当たった気がして、ちょっとびっくりしちゃったんですけども、皆さんは何が当たりましたか。ちなみにね、日撮影日は4月4日で超ギリギリまで食べたんで、それのせいで当たったのかな、毛利元就。はい、ということで、私は毛利元就当たりましたので、皆さんは何が当たりましたか。よければコメント欄で書いていただければなと思います。そしてぜひ、チャンネル登録、まだな方は登録していただければ、モチベーションにつながるんで、登録していただければなと思います。ということで、以上、トロマセキでした。バイバイ。アディオス。